第80回武井照彦10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。今日もですね、これ断捨離する、まあ、アロハというか、それとこのジーパンね、ちょっとこうラインがこういう風に入ってるようなやつで、もうね、こう膝がパカッと開いてるやつ、もうね、50過ぎてさすがにこれはあかんやろと、もう膝機能ね、痛々しいって、あの人どこかで転びはったんかなみたいに思われるんちゃうかなって、どう、もう50超えてこの膝破れはあかんやんか。若かったらいいけど、10代の頃ね、俺もこのダメージね、パンツ、まあジーパンこう破れてるやつ買ってきたおかんが次の日綺麗にここをね、アプリケつけて縫っとってくれた、テレビ君あそこ綺麗に縫っとったねみたいなそんなんありましたけど、まあこれもしよかったらね、こういう感じでこれも断捨離しますんで、一発にお届けしますんで、ぜひ欲しい方はね DM にメッセージください。よろしくお願いします。さあ今日はですね、以前から一発ギャグを1000個作ろうじゃないかと1年間かけてね、今ね出来上がってるのが50個なんですよ。今日はそのまあ10個なんですけどね、作ってみました。見てください、どうぞ。あ、サンタさん、うち来た、うち来た、また隣や。サンタです。今不法侵入罪で警察に捕まりました。あ、どうも、真っ赤なお花のトナカイなんですけど、一番先頭ってもっと華やかなるやん。海賊版ドラえもん。どうしたの、のび太くん。何？またジャイアンにいじめられたって？何か仕返しするものはないか？わかった。あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもない、あった。では包丁いでまえ。海賊版ドラえもんパート2。どうしたの、のび太くん。何、しずかちゃんに会いたいって？今夜中だよ。わかった。あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもない、あった。合鍵、今やったら親寝とるわ、いでわえ。海賊版ドラえもんパート3。どうしたの、のび太くん。何、嫌いな人参がおかずに出てきた。何かいい方法はないかって？わかった。あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもない、あった。人参、食え！鬼滅の刃、ねずこ。大丈夫か？ねず、どうしたねずこ？口にくわえてた竹はどこ行ったんだ？どうしてマスクをしてるんだ？どうして、ん？鬼滅の刃じゃなくて、飛沫の立場。鬼滅の刃、ポン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 。貴様が炭治郎か？本当に炭治郎か？こっちへ来い。お、パンツが脱げた。お尻を向けるな。ケツの穴が、何か出来物ができてると。お前炭治郎じゃないな、単に次郎じゃねえか。何、進撃の巨人が来ただと？はい。あ、どうもありがとうございます。お前にお年玉って、お前、進撃の巨人ちゃうやんけ。お前の親戚の巨人しようやないか。このガラスを履いてください。これを履けば、誰がシンデレラかわかります。あなたはどうですか？ぴったりだ。ぴったりだ。よし。じゃあこちらの方履いてください。ちょっとサイズが大きくて、ちょっとゆるゆる、うん、
なたがシンデレラだ。だってサイズがぴったりだったら脱げるはずがない。どうもミッキーマウスです。みんなが頑張ってそれぞれがキャラクターを出してお客さんを楽しませてくれて、子供たちが来てその子供たちがまた大きくなって子供を産んで、またその子供を連れてきて、またその子供が楽しくなってまた大きくなって子供を連れてくるね。その売り上げが全部僕の口座に振り込んでくれたらいいなと思ってる。これがネズミ講の始まり。どうですかね。まあ俺はおもろいと思ってやってないけど、どうなんやろうなみたいな感じで、一発ギャグってね本当に難しい。本当にここのドナイの一番お笑いとして一番短い文章で短い時間でそれで世界観を見せる、一番俺はお笑いの中では分野としては一番こう難しいところ、やなとは思いますね。まあ大喜利もそうですけど、だから本当にね、そういう言葉だけとか、一瞬のこの表現だけでその世界観がバーッと見えて笑えるみたいな、難しい。でもね、これ1000個出来上がったら、まあ100個ぐらいは使えるの残るんちゃうかなと思いますよ。まあ今現在残ってるやつどれぐらいなんやろうなと思いますけどね。まあ1000個目指して頑張って作っていこうとは思うんですが、まあ見てる皆さんでね、なんかこんな一発ギャグどうですかみたいなね、コメントでこうのしてきてくれたりしたら、そんなもうヒントでね、みんなと作る一発ギャグみたいなのはね、どうですか、まだこんなんでね、そんなもうプロが考えろと、なんでわしらが考えなあかんねんって言われたら、それはごもっともでございますが、まあええやんか、みんなでね楽しくやりましょうやね。でもまあまあ僕自身本当に芸人としてね、今までも漫才、それでピンでこう喋るとかコントとか、それ一本でやってきたんですけど、こう一発ギャグとかいう分野って特にこう年齢いけばいくほどそんなんやる人もいてへんし、俺はあえてそれをやれる芸人でおらなあかんなとは思っておりますよ。まあ皆さん今日の一発ギャグいかがでしただったでしょうかね。サブいやちゃうで、これ薄着やからやね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。